はーーいお疲れ様です元つですすす言論プラットのフォームのホローチャンネルになります今回のお話もなんですけどコラボ問題に関するお話なんですけど今回はですね2頭さんがやばい発言してるぞっていうことなんですけど、えー、こんな感じでツイートをしてるんですけどある記事の話を引用して話をしててその内容っていうのがホストにハマった女性が お金が足りなくなって、無理やり風俗だとかで働かされるっていうような、そんな話のね事件があったんですよ。まあ、そそれれは良くなないことなんですけどそれを 元にですね、仁藤さんは、えー「私たちもそういう人とよく関わってます」っていうことで、まあ、支援事業の対象ですみたいなことをね言ってるわけなんですよ。いやちょっと待ってねニトさんの活動ってその貧困だとかでもうどうしても制作主しないといけないしたくもないことをやってる人を助けるとかっていうイメージだったんですけどただこの場合ですねまあもちろんね事件として、えー、まあ風俗であの、ね、働かされるっていうのはよくないことなんですけど。 ただ自業自得の話じゃないですか。 お金がないのにホストに通ってた女性も日はあるかなと元光は思うんですけどただそういった女性に対しても2党さんは関わっていると、まあ、事業の関係で多分関わっているだとしかもそれをのことを政策主だって声を上げてるんですよね支援事業の対象だみたいなことを言ってるんですよね、まあ、ただこれにはねえそれはおかしいだろうっていう批判が集まってるわけなんですよでまずそこについてお話していきたいのとさらにそれの延長線でえホストも国が規制して取り ししままるべきだっててホストななんかなくしてしまえみたいなことを言ってるんですよただですねニトさん過去に私はホストの人たちによって助けられたっていうような感謝してる、えー、発信とかもしてるんですよ。えめちゃめちゃ矛盾してるんだけどこれどっちが正しいの やばいよね。まあそういうところもね、今回見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まず2頭さんが引用してるこの記事、この内容をちょっと見ていこうと思うんですけど、元ホストの男、客だった女性に早く金作ってこいって、吉原や愛媛などの風俗店で売春させるということで、まあ怪しい話ですよね。えー、見ていくんですけど、ホストとして交際して、 していた女性を風俗店で売春させたとして警視庁が東京都世田谷区元ホストクラブ従業員で無職の男27歳を売春防止 違反容疑で逮捕したたこととが分かったと、えー、捜査関係者によると男は2021年10月から12月勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上早くお金を作ってこいなどとこう言って困惑させ大東区吉原地区のソープランドで売春させた疑い逮捕は21日ということでにまあ 簡単に言うとえ、女性がホストにはまりました。で、そのホストのお金を、えー、未払いで払ってなかったんですよね。そしてそのホストの男が、お前、そんなお金ねえんだったら、風俗行って金稼いでこいっていう、そんな流れなわけなんですよね。だから無理やりそういうことをさせたということで、えー、今回、逮捕ということになったわけなんですよ。で、えー、ここに書いてると、男は風俗店スカウトの男を、えー、通じて、女性が働く店を探し、女性の給料も受け でこれも完全にアウトだねで警視庁は女性は吉原地区のほか愛媛県など1都5県の風俗店でも売春させられていたと見ているということで、まあ、この女性がね、えー、売られてしまったという話なんですよただこれって本日的にはシンプルにお金ないのに何で1,000万円も使ってんのっていう感じがするんですけどね。 まあ、ホストにハマって狂ってしまった人ということらしいんですけど、まあ、それに関してね、2等さんがこういうふうにツイートするんですよ。こういう被害に遭っている子、10代でもとても多く、んそんな多いのなぜか2等さんはこういうのよく知ってて、毎週何人も関わっていますということで、いろいろ関わってるらしいんですよ。毎週何人もそんなにいるのこんな人。 まあ関わってるということは支援事業の一環としてその対象としてこういう人たちを見ているということなんだと思うんですけどこの人たちも対象なの え特殊なな事件ではないではいす性売業者とホストはグルになり借金を作らせてスカウトにつないで風俗店で出稼ぎさせお金を回収するなど女性からあらゆる形で制作手していますということなんですけどわかるこれは悪いのはわかるわかるんですけどここら辺ね、えーまあ、グルになってそのスカウトをつないでるとかそんなのは悪いよ。 悪いけどでもそもそもホスト行っってお金使わななかったらいいいんじゃないの、まあ、警察はもっと動くべきだっていうふうに言ってるわけなんですけど、まあ、一応ですね2等、まあ、さんの事業っていろいろねあの活動はあると思うんですけど今話題となってるのは東京都からの委託事業若年被害女性等支援事業の実施についての話だと思うんですけどこの事業自体は、えー、対象がこちらに書いてるんですよね。えー、本事業の対象者は、えー、性暴力や虐待等の被害 被害に遭ったまたは被害に遭う恐れのある、えー、主に10代から20代の女性であって都道府県等が本事業の対象とすることを適当と認めたものとするということでこの対象に入るっていうことなの、まあ、関わって話聞いたりだとか、まあ、こういった人たちを助けてあげましょうって対象に入ってるってこと、まあ、ちょっと元光は腑に落ちないんですけど、まあ、ホストにはまるって ということはまず1回目どっっっかででホストに行ててるってことでしょうそのホストに行けるぐらいの余裕はあるっていう人なんであれば税金を使って助けるべき人ではないんじゃないのかなと本光は思いますけどねまあこれは厳しい意見だと思いますけど、まあ、ケースバイケースだから、まあ、もしかしたらやむを得ずそういう状況になってる人もいるかもしれないんで100%は言い切れないけどマジでそういう人毎週何人もいてそういう人たちを、えー、まあ助けようとしてんの ちょっとそれは元光。 違うかなと思うんですけど、まあ、とにかく2等さんはそういうことを言っててさらにですねホストも国が規制して取り締まるべきあれが合法の国おかしいよってこうした被害は中学生世代にも広がっていてメンズコンカフェでは飲食店として営業しながら中高生に同じ手口で借金を作らせ性売買に圧っしているとホストも取り締まれって性売買に圧っしてるそんな業界なんだっていうことを言ってて悪く言ってるわけ なんですけどただね、二刀さん、過去の発信でこういうこと言ってるんですよね、えー。この人がツイートしてるんですけど、ふーん、それぞれで都合のいい言い方ということで、まあ、今回はこういうことを言ってるわけなんですけど、えー、昔こういうことを言ってたらしいんですよね。寂聴さんが会場で女性ばかりの支援者を見て、若い男も入れた方がいいわよ、男にしか話せないこともあるとっていう話を聞いて、その通りだよな。ホストやってる友達の方がどんな支援者より女 のこの声を聞いていたり、家に上がる上がりどんな生活してるのか見てたりするしっていうことでホストってすごいね。っていうことを言ってるんですよ。あれどっちなの？ ホスト、うん、あやっぱあの、頼った方がいい部分もあるよねっていうことを言ってるんですけど、どっちなんだ取り締まるべきだって言ったりだとか、うんまあ、こっちは一旦いいね、させていただきますね。で、他にもこういうことをね、二藤さん言ってたらしいんですよ。えー、この人がツイートしてくれてるんですけど、はたな、はたな、はたな、えぇ、ー、みたいな感じのことを言ってて、一体何なのかと、二藤さんの発信、2016年の4月25日にこういうことを言ってたらしいんですよね。えー、ホストをやってる友達の方が、どんな支援者よりも女の子の声を聞いていたり、 家に上がり込んでどんな生活をしているのか見ていたりするし一番は自分の利益だけどそうしないと生きていけない状況もあったようだしそれが困っている。 女の子のためにもなると思ったり教えられてでもほとんどが性病や妊娠の知識もないし暴力受けるし長い目で見れば助けることにはならないけど一時的には女子高生を扱う違法の風俗店で働いたり経営して捕まった昔の友達たちもいる結局彼らももっと大きなものに利用されているんだけどっていうことで,でホストのこと言っててでも私も大変だった時期をそんな男たちに 支えられて生きてこれたんだよって ニトさんは助けてもらってたみたいなんですよ支えられて生きてこれたんだもう感謝してるんでしょうねで高校中退したけど留年しないように励ましたり、えー、電話で起こしてくれたのもやつらだったやつらだった急に悪くなるな、えー、ピンチの時車で迎えに来てくれたり気晴らしのドライブしてくれたりご飯をおごってくれたり止めてくれたりしたのもあいつらだったいっぱいお世話になった女は無力だったってこれ,これ何が言いたいんだ ホストに助けられてるけど女は無力私は無力だったっていうことを言ってて友達も私も物もや、えー、花や性処理の道具として扱われたり女たちはたくさん傷つけられたけど彼らがいたから生き延びられたっていうことで、まあ、最終的にはホストありがとうみたいなことを言ってるんですよねでそういう人たちが支援につなぐスカウトとして活躍できるようになればいいのにと心から思うけれど彼らには複雑な背景があり少なくとも16歳 くら,いからずっと。 女の上に立つことで自分が優位にあると感じることを支えにしたり少女を操って支配することを楽しんでいるのでその意識や価値を変えていくのは簡単ではないのかもしれないと、まあ、いろんな背景はあるけど私はホストに「助けられたよ」って、うんあ「生き延びられた」まで言ってるんですよ、まあ。かなり助けられたっていう話をしてんのになぜかね、えー「今回はホストも国が規制して取り締まるべきだ!」 そんなのはね合法じゃダメなんだよっていう言葉で言ってるんですよどっちなんだ二藤さんまぁ、あ、だいぶ前のことだでも忘れちゃったのかなまあその感謝の気持ちとか とにかくホストに対して、お前らふざけんなよ、取り締まられろー、みたいなことを言ってるわけですね。まあ、いろいろと突っ込みどころある二頭さんのツイートになるんですけど、とりあえずね、ネットの意見も見ていこうと思います。こちら、こんなの、ホストにはまる女の子も悪いっていうことでね、さっきの被害に遭ってる女性の話なんですけど、まあそうだよね、ホストにはまって借金作っちゃう女の子も、元光は悪いと思うんですよ。日はあるかなって、うん。で、ホストも女の子もどっちもどっちということで、 まあ確かに犯罪でとしてアウトってなるのは、えー、ホスト、斡旋したホストだとは思いますけど、まあ、元をたどれば別にホストに行かなければよかったんじゃないっていう感じがしますもんね。こちら、いいね、させていただきますね。とか、あと他にはホストクラブ行かなければいいんじゃねって、まあ、本当そうですよね。まあ、これに関しては男も一緒なんじゃないのかなと、まあ、逆の立場で、まあ、キャバクラとか、まあ、そういうものがあるわけじゃないですか。お金なかったら行かないよね。 ただそれだけだと元光は思うんですけどなんでお金ないのに言ってんだよっていうそこだと思いますこちらもいいねさせていただきますねとか、えー、キャバクラで若い女とをやろうとするキモいおっさんを批判しているのになぜホストにはまるキモい女は救わなければならないのだろうかあ確かにそうだね 反対の立場ふざけんなよってニトさん言ってんのに、え女性側の方は助けないといけないよねってなるのはそれはおかしいよね。うん、で自分の身の丈に合わない額をホストや風俗に注ぎ込むやつなんて性別問わずキモいし、そいつが不幸になっても全く救いたくないということで、まあ厳しい意見かもしれないですけど、こんなのは当たり前だよね。みんなこうやって生活してるんですよ。 お金ないのに、えー、自分の持ってる金額以上のものは買えたりはできないじゃないですか例えば、まあ、クレジットカードを使って買って、えー、次の月に、あのー、請求が来た時えー、こんなの払えないよってなったらアウトですね、まあ、そういうのをみんなね我慢して、えー、使わない方に生きてるわけですよ。 これ当たり前だよね。それができない人を何で助けないといけないのっていうのがこの人の意見ですよね。まあ元水も気持ちは分かります。こちらもいいねさせていただきますね。とかあとじゃあホストクラブ規制すればいいんじゃないの何でそこやらないのっていうことでじゃああなたの活動っていうのはホストクラブ規制すればだいぶ収まるんじゃないのって,って毎週何人も関わっていますとかって言ってるからそこを規制すりゃいいじゃん。 まあそういうふうにも言われてますね。まあだから、理屈がぐっちゃぐちゃなんですよね。<laughs> こちらもいいね。させていただきますね。まあこうした性犯罪系のニュースが上がるたんびに全部に噛み付いてるから、わけわかんないことになってるんでしょうね。一貫性が何もないんですよ。まあっていう、二藤さんの、えー、ツイートのお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。本道のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。